どうですか？可愛くないですか？チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回はこんな感じの可愛い三つ編みで作るヘアアレンジを紹介していきたいと思います。三つ編みってささっとできちゃうので時間のない朝にもおすすめです。でさらに今こんな感じで編み込みをしていくので、なんと寝癖がついたままでもできちゃいます。自分でアレンジするのもいいですし、お子さんにやってあげるのもいいですね。簡単で可愛いアレンジになるので、ぜひ皆さん参考にしてください。ではやっていきたいと思います。はい、では早速やっていきます。まずはじゃん、こちら必ずブラッシングしてくださいね。これも本当にいつも言ってると思うんですけど、絶対に髪の毛って絡まってるので、絡まった状態のままアレンジをしても絶対綺麗に仕上がらないんですね。なので必ず髪の絡まりを解いてからアレンジをするようにしてください。一手間で仕上がりもかなり変わるので、このブラッシングは本当に大切にやっていってください。はい、これで髪の絡まりが解けたので、全体的に表面に軽く巻きを加えていきます。今私起きてそのままの髪の状態で、ちょっと寝癖とかもついてるんですけど、三つ編みをするときは全部髪の毛まとめてしまうので、そんなにこの寝癖とかは気にしなくても大丈夫かなと思います。ただこう縛った時に表面に出てくる部分は少しウェーブがかかってる方が華やかに見えて可愛いので、全体を巻くというよりはこの表面を巻いていきます。今日は 26mm のコテを使います。でまずざっくりと全体ワンカールさせます。これは内巻きでも外巻きでもどちらでも大丈夫です。毛先がワンカール巻かれていたら大丈夫です。もうざっくりです。ここはブロッキングとかしなくても毛先だけ巻かれていれば大丈夫なので、後ろの部分も前に持ってきてざっくりワンカール。はい、これで毛先ワンカール巻けたので、今度は表面だけ、この見える部分だけ軽くミックス巻きで巻いていきます。でこの時は根元から巻くのがポイントです。こんな感じで、これに関しては正直巻き方とかは何でもよくて、結局こうまとめるので、いかに根元からしっかり巻けているかっていうところが大切になります。アレンジする時の巻き髪は見えるとこをとにかく巻いていく、これが大事になります。だから下ろした時に別に綺麗になってなくても大丈夫なんです。こういう風にこのままの状態だと結構まずいんですけど、縛っちゃえば全然問題ないので、アレンジをする時の巻き髪はもうなるべく時短で表面のみ巻いていく。でもやっぱりしっかりブロッキングをして丁寧に巻いた方がもちろん可愛くはなるんですけど、こんな感じで表面だけ巻くのでも全然変わるので、時間がない時は表面だけは巻くとより華やかになるかなと思います。はい、これで今表面だけと毛先のみ巻けた状態です。下ろした状態だとね、結構ちょっとバサバサって感じですけど、アレンジをするときはこれくらいで大丈夫です。でそうしたら軽くオイルをつけていきます。今日はエヌドットのポリッシュオイルをつけていきます。アレンジをする前は必ずスタイリング剤つけてくださいね。このスタイリング剤をつけるだけでも本当に仕上がりがすごく変わってくるので必ず。で、さっきも言ったんですけど、アレンジをするときってこう表面が見えるじゃないですか。なので表面のところしっかりつけてくださいね。一番見えるところにしっかりつけて、ほぐしたときにも綺麗な束感が出るようにスタイリング剤はしっかりつけていきます。これで全体に馴染みました。ここから三つ編みをスタートしていきます。で、この動画を見ながら皆さんが一緒にできるように、後ろを向いて手元を見せながら詳しく紹介していくので、ぜひ一緒にやってみてください。では、まず、この鉢あたりですね。頭が出っ張っている部分、この鉢で一度髪の毛をやや下に下がった感じで曲げていきます。だいたいこのくらいです。そうしたら、上の部分の髪の毛を3つに分けていきます。こういう感じです。この3つ。で、右側の手で2つの毛束を持ってください。こんな感じです。右側持って、真ん中を持つ。で、混ざらないように持ってくださいね。そうしたら、左の毛束を真ん中の髪の毛の上に重ねていきます。で、真ん中の髪の毛を左にバトンタッチします。こんな感じです。そうしたら次、左手で今クロスさせた髪の毛を持ちます。ここまでできたら次は右の毛束を真ん中の髪の毛の上に重ねて、左で持っている真ん中の毛束を右にバトンタッチします。そうしたらまた右手で毛束を2つ持ちます。そうしたら次、左側の毛束を一度離します。離したら次、耳上あたりから降りている髪の毛をすくって、今あった毛束と混ぜます。こんな感じ。
これで合流させたら、また左側の髪の毛を真ん中の毛束の髪の毛の上に重ねていきます。そしたら真ん中の毛束を左手にバトンタッチ。そうしたら次、左の手で毛束2つ持ちます。そしたらまた右の毛束を離します。離したらまた耳の上ぐらいから親指で髪の毛をすくっていって、下の髪の毛と今あった毛束を合流させます。そうすると今こんな感じですね。そうしたら合流させた毛束をまた真ん中の髪の毛の上に重ねて、真ん中の毛束を右手にバトンタッチ。これを繰り返していきます。また右手で毛束を2つ持ったら、左手の毛束を離す。そしたら次は耳の大体真ん中ぐらいですね、耳の真ん中ぐらいから親指で下の髪の毛をすくって毛束と合流させます。そうしたらまたこの左の毛束を真ん中の髪の毛の上に重ねて、真ん中の髪の毛を左手にバトンタッチさせます。だんだんもう見えてきましたかね、編み込みが。この編み込みの位置が下がってくるとともに手も下げていきましょう。ずっと上の状態で編み込みを続けていると、ここがぷかぷか浮いてしまってボヨヨンってなってしまう原因になるので、下に行くほど腕も下げるようにしてください。なので軽く下に引っ張りながら三つ編みをしていくとやりやすいかなと思います。はい、続きをやっていきます。左の毛束と真ん中の毛束を持ちます。そしたらまた右手を離す。そしたら次、もう残り少ないので下にある右側の毛束を一気に全部持ちます。そしたら真ん中の毛束の上に重ねて、真ん中の毛束は右手にバトンタッチ。そしたら右手でまた2つの毛束を持って左手を離す。下の髪の毛と混ぜたら、また真ん中の髪の毛の上に毛束を重ねて、真ん中の髪の毛は右手にバトンタッチ。これで今全部の髪の毛一緒に編み込めました。ここまで来たら普通の三つ編みをまた続けていきます。左側をバトンタッチしたので、次は左側でまた2つの毛束を持って、右の髪の毛を真ん中の上に重ねる。真ん中の髪の毛は右手にバトンタッチ。次は左の毛束を上に重ねる。真ん中の髪の毛は左手にバトンタッチ。右を上に重ねる。左を上に重ねる。ここまでできたら、そろそろちょっと腕が疲れてきたので、この毛束を混ざらないように片手で持って前に持ってきます。そうしたらこの続きをまた編み込んでいきます。だいたいこのぐらいまで結ぶことができたら、毛先をゴムで留めていきます。はい、これで編み下ろしの完成です。こんな感じです。見えますか？こんな感じです。はい、これで三つ編みができたので、次はほぐしていきます。三つ編みをほぐすときは、まず上から順番にほぐしていきます。表面の部分からですね、爪と爪で細かい毛束を引き出すように、少し三つ編みの部分を押さえながらほぐしていきます。だいたい2本指間隔でほぐしていくと綺麗かなと思います。三つ編みをしているので結構毛束が出づらいんですけど、そういう時は軽く左右に振ってあげながら引き出すと、割と楽ちんにほぐすことができるかなと思います。でもこれもうわーんってやりすぎると、ただの崩れた感じになってしまうので、ちょっと気を使いながら優しくほぐしていきます。はい、これで上の部分がほぐれました。そしたら次、三つ編み部分をほぐしていきます。で、この三つ編み部分はこの外側から先にほぐしてください。で、この時も細かい毛束を引き出すようにほぐしていきます。またこれも三つ編みの毛先を押さえながらやってくださいね。で、下に行くほど毛束が引き出しやすくなるので、あんまり引き出しすぎないように気をつけてください。はい、そうしたら今横の部分がほぐせたので、真ん中もほぐしていきます。外側だけほぐしても可愛いんですけど、やっぱりちょっと立体感がないので、この真ん中部分もほぐしていきます。この真ん中をやるだけで結構イメージ変わりますね。外側は皆さん綺麗にほぐすと思うんですけど、意外と真ん中ってほぐさないんですよね、この内側の部分。はい、こんな感じです。こうやって真ん中をほぐすだけでも結構イメージ変わりませんか？こんな感じ。はい、これで後ろが完成したので、前から見ても可愛いように前の部分もほぐしていきます。で、編み下ろしの時は結構ルーズな感じなので、あんまり横を引き出しすぎるとボヨンって崩れやすくなってしまうので、本当に軽くでいいです。もうちょっとだけ緩めるぐらい、こういう感じですね。で、おくるげとかも出してもいいかなと思います。ここもね、すごい緩いルーズな感じになってるので、本当にちょっと落ちてくる髪の毛を出すぐらいでいいと思います。はい、そしたら軽く最後におくるげを巻きます。今日は S 字カールでいきたいと思います。上が内巻き、その下が毛先外編み、内巻き外編み、こんな感じで完成いたしました。で、まあ、これだけでももちろんすごく可愛いんですけど、最後にこういう感じのちょっと大きめのヘアアクセなんかをつけると、とっても華やかに可愛くなるので、ヘアアクセがある方はつけた方がいいかなと思います。つける場所としては、この右か左のこの耳、後ろの部分ですね。この辺、ここにキュッと
で、あとはなんかちょっとしたもうちょっと細かいアクセサリーとかがあってもたくさんつけても可愛いかなって思います。こんな感じでまばらにピンが刺さってるのも可愛いですよね。これがゴールドのピンでも可愛いと思います。はい、これで完成です。女の子らしい可愛い飴下ろしアレンジが完成いたしました。どうですか、皆さん一緒にできましたか？自分で一人で三つ編みやるの苦手っていう方はぜひこの動画を見ながら私と一緒にやってもらえたら嬉しいです。ではここからはさらにこの三つ編みを使った簡単なアレンジを紹介していきます。で、三つ編みはさっきと一緒、ここまでは一緒です。一瞬でまた違った可愛いアレンジができちゃいます。まずこの折りている部分の毛先を上にパタンと折ります。で、もう一回折る、もう一回折る、くるくるっとまとめていく感じですね。この状態でこのお団子部分の側面と土台の髪の毛の部分を止めていきます。なのでピンは真横にこのように止めると綺麗に止まるかなと思います。髪の側面とこの毛先を留めるイメージですね。はい、これでシニオンっぽいルーズな感じになりますよね。もうお団子にまとめてくるっと留めるだけです。で、さらにまたさっきと同じようにこういうピンを留めるとより可愛くなるのでまた同じように留めていきます。留める位置としてはまたさっきと一緒です。だいたいこの耳の真ん中の後ろにギュッとピンをまたランダムに留めていきます。はい、これで完成です。こんな感じです。どうですか、可愛くないですか？ベースの編み込みと三つ編みがしっかりできているので毛先をくるっとお団子にまとめるだけでこんなに可愛くなるんです。これだったら結婚式だったりとかお呼ばれの時なんかも使えるヘアアレンジになりますね。簡単にできるのでとってもおすすめです。ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで今回は基本の三つ編みのやり方とそれを応用したアレンジの紹介でした。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。